イチ一郎外務大臣は平成23年12月18日から20日にかけて米国のワシントン DC を訪問し日米外相会談をはじめとする会談・懇談を行いました18日、ワシントン到着後、現場大臣はまずアーリントン国立墓地を訪問し献花を行いました。 その後、ダニエル・井上米連邦上院議員およびアイリーン・ヒラノ米日カウンシル会長と会談し、日米二国間の課題に加え、東日本大震災後の日米交流等について意見交換を行いました。翌19日、現場大臣は国務省において、クリントン国務長官と110分に及ぶ日米外相会談を行いました。この会談ではまず アアジア太平洋地域の情勢を取り上げ金正北朝鮮国防委員長の死去を受けた北朝鮮情勢について突っ込んだ意見交換を行いました会談後の共同記者会見において現場大臣はそして、えー、今回の事態が朝鮮半島の平和と安定に悪影響を与えない、えー、そのことが重要であるという認識を共有しそのためにもお日米、あるいは日米韓 の間で関連の情勢を注視し情報を共有しながら緊密に連携していくことを確認をしたところでありますと協議内容を説明しましたまた現場大臣はこの新しい事態を受け拉致問題解決に向けて米国の一層の理解と協力を求めました現場大臣は12月14日に東京で行ったスピーチを紹介しつつ さまざまな課題に中国を交えて取り組むことの重要性を指摘の上、日米中対話を提唱し、クリントン長官の賛同を得ました。また、ミャンマー、インドとの関係について意見交換を行いました。さらにグローバルな課題に関して協議し、現場大臣はイランについて、圧力とともに働きかけも重要であり、国防受験法案により、イランからの原油輸入が停止すれば、 世界経済全体への打撃となる恐れがあるとの考えを伝えました。次に、日米関係について協議しました。日米安保について、現場大臣は、クリントン国務長官との間で、普天間飛行場の移設及び、在沖縄海兵隊のグアム移転を含む、在日米軍再編について、引き続き日米合意に従って進めていくこと、加えて、グアム関連予算についての、 米政府のロードマップ合意へのコミットメントは不変であることを確認しました。また、現場大臣は、沖縄の負担軽減が重要である旨述べ、これについて米側の協力を求めました。両大臣はさらに、我が国の TPP 交渉参加に向けた関係国との協議に関する、我が国の準備状況、日米桜木造100周年、震災復興施策の一環である青少年交流事業、 絆強化プロジェクトの立ち上げ、この真権などについて意見交換を行いました。同19日午後、現場大臣は、学通商代表と会談を行いました。現場大臣は我が国の TPP 交渉参加に向けた関係国との協議に関し、日本国内の準備検討状況について説明した上で、米側に対して一層の情報共有を求め、緊密な連携を保ち、 両国政府間の協議がスムーズに進むよう図っていくことで一致しました。また、両大臣は、日米経済調和対話、牛肉輸入問題、WTO、APEC についても情報・意見交換を行いました。このように、現場大臣は、クリントン国務長官をはじめとする米国の関係者と、日米二国間関係のみならずグローバルな課題について、 日米間の緊密な連携の重要性を改めて確認しました。また、北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長の死去という状況を受け、現場大臣はワシントンにおいても、キム・ソン・ファン韓国外交通商部長官および、ヨウケッチ中国外交部長との電話会談を行い、帰国の途につきました。